皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日の教室の先生お悩み解決チャンネルのテーマは、教室を長く続けていく上でモチベーションをどうやって保ったらいいでしょうかということについてお答えしてみたいと思います。どれぐらいの年数を続けていくのかっていうのは、その方のライフスタイルとかにもよると思うんですけれども、私の方でももちろん著書の方に10年続く教室をっていうふうに書いているので、当然長く続けていきたいっていうあの方多いと思うんですよね。せっかく好きでやった職業ですから。で、あの一つの考え方の基準と、まあ、モチベーションっていうことの扱い方っていうお話をしたいと思うんですけれども、まずですね、あの人って飽きる動物なんですよ。だから同じことをずっと繰り返していると自分も飽きるし、あと生徒さんもなんですけどね、長年通っているとやっぱ飽きがきますよね。同じようなレッスン内容は違うとしても、あのなんていうのかな、そのハッとするような驚きとかがなんとかこうあったりするとですね、発見とか好奇心がワクワクするとか、そういう部分で生徒さん続いたりとかするんですよ。だから自分が、まあ、まず自分が飽きちゃいけないんですよ基本的には。自分が飽きてしまうと当然生徒さんとかもあの、ね、まあ、飽きるっていうか慣れるっていうことでいいのかな。そうするとこう好奇心がなくなっていくので、だんだんこう先細り感がある。そうすると例えばレッスンの、ね、見直しリニューアル、私は半期に一度とかやってましたし、ロングランのものとかでもちょっとずつあのリニューアルしてたんですね。外向きには見えないようにしてましたけど、ただ私のまずいい利点はですね、全部コースレッスンを組んでいたので、同じコースをもう一回受ける方っていうのはそうそういないんですよ。ってことはその6回とか6回が初めてだし終わりっていう一期一会な感じになるんですね。なのでその似たようなレッスンをずっと繰り返しているような料金体系ないしはレッスン構成になっている方は、まあ、そこも見直しとかもしてみるのも一つなのかもしれません。あとはそうですね、その今の私の考え方で言うと、教室っていうのは必ず教室でなくてはならないとは思っていないんですね、世の中の流れからして。例えば教師の先生は教室だけをやってるべきなのかっていう話なんですけど、私はもう2年目とか3年目ぐらいには電子書籍のセミナー講師のライセンスを取って、教室授業と同時にそちらのちょっと全く違う授業とかでやっていたりとか、あとは、まあ、似たような領域で言うとパン教室と美容食学っていうマクロビューティックの教室とかを、まあ、同時に立ち上げて、毎年1年に1個なんか新しいことをやってたりとかしましたね。4年目に入ったぐらいから、コンサルタントの仕事をやり始めて、だから一番重なってた時期は5個の仕事を同時にやっていたっていう、まあ、感じになるんですね。時間の使い方どうしてるんですかっていうのはまた別のところで聞かれる質問だったりするので今日は割愛するんですけれども、なのでモチベーションっていうのは私は、まあ、落ちたことがないというか、あの、まあ、そもそも上げないっていうことを私は推奨してるんですけどね。あの人って上げると下がるから、ここ一緒の方がいいっていうのが私の持論です。でそうではないにしても、例えばモチベーションっていうのはワクワクする楽しいことをやっていれば落ちることはないっていうイメージなんですよね。だから飽きが来ないように自分を楽しませる必要があるし、その自分が楽しいと思っている喜びがそのまんま生徒さんの喜びにつながるんじゃないのかなっていうふうに思っているんですね。だからまずその運営のポイントとしては、まあ、あの同じことをやらないようにはしてると思うんですけれども、生徒さんにとっていつでもワクワクする新鮮な企画を立てられるかということも一つのポイントになってくると思います。例えば私は私の趣味とかもありましてですね、あのセミナーとかあの非常に数多く開いています。なぜならば私が動くことによって、ここに来れない方とかもあったりすることができるから、そのうち DVD とかそういうようなものをあの販売していく形で、まあ遠くに届かないけど今話を聞きたいっていう人のためにそういう販売手段とかは考えてはいるんですけど、なるべくライブでリアルでお会いできるようにと思って私全国動くようにしています。で
そんな形で動いているので、年間セミナーそうだな、100超えですね。120とかもしかしたらやってるかもしれない。結構セミナー多いです。私それは自主開催の 5,6 人ぐらいの少ないものから40人50人規模の大きいものまで、企業さんと組んでやるものとかいろいろあるんですけど、まあ、人といっぱい出会うとですね、いろんな考え方を聞くことができるので、まあ、飽きる暇がないと言えばいいんでしょうか。なので教室運営もですね、まあ、ご自身が飽きないようにするっていうことと同時に、常にリニューアルをしながら新しい風を入れていくっていう形にしておく方が多分長く続くんじゃないかなと。あと教室そのものだけに固執しなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。AI が最近ね騒がれてますけれども、 AI によって仕事がなくなる、仕事を10年後には半分ぐらいなくなるみたいなね話とかもあったりするわけじゃないですか。そうすると教室の形態とかも AI とかが入ってくるとどういうふうに変わるんだろうとかね思いますね。変われないのは先生のキャラクターです。おそらく技法とかは、例えば材料ここに置いたらそれを作ってくれるみたいな、そんなの普通になってくると思うので、そこプラスアルファ人がそこに介在すると何がいいんだろうっていうものがあって、初めてこう人でが作ることの喜びとかそういう味っていうものを理解してってもらえるんじゃないのかなと思いますので、今の形態に固執しないっていうことがポイントじゃないかなと思います。私は非常識っていう言葉をよく使っているんですけれども、ちょっと飛んだ考えなぐらいでやってみるっていうのは飽きが来なくていいんじゃないでしょうかねと思ったりします。それでは。